肉を焼いてご飯にかけて豚丼なんかを作りましょうと。ではね、IH 本当にスピーディーで、もうあっという間に肉がいい感じになりました。ここで焼肉のタレをね、あっという間です。こんな感じでこれをご飯にかけて完成。